祭りだ。上田、鈴木、知念、関が最後の逆転優勝頼んだぞ。よし、行くぞ。Go!
飲む。関川蹴り返す。ただ目の前で当たりました。もう一度ヘディング。このボールに垣田、落としたところに仲間、高い位置を取り続けています。安西入れます。後ろからヘッド、すごい、見事なクロス、頭で捉えました垣田。見事な圧をかけて、収めたのも垣田ですし、この安西のパッと顔を上げた瞬間の垣田の背中の取り方がもう抜群にうまかったですね、はい。まあ、あとは当てるだけなんですけど、クロスのボールも低くて速くて、新潟の選手からするとやっぱり対応する時間を与えてもらえませんでしたし、もう2人だけで完結しましたね、はい。ドンピシャ、見事です。素晴らしいゴールでした。もう一度広瀬がクロス、鈴木優馬だ。何か難しいことしてるわけじゃないですけど、まあ、垣田が触ってるんです ね。そこに対しての反応もすごく良かったですし、まあ、この広瀬のボールも良かったです。まあ、電の上から触ってるんですね、はい。まあ、最終的には新潟の藤原の背中ですから、まあ、最初は目線の中に藤原も入れてると思うんですけど、まあ、ボールが電と垣田のところに渡る瞬間には少し目を離して、この瞬間でやっぱ背中取ってますから、やっぱりもう上手いですよ、動き出しと。バイタルで高木義明から込みのシュート、早川スキーパー、よく手が出ました。早川、ただもう5人変えてますからね。先ほどのセーブですね。前に運んでくれるしね。試合が終わりました。垣田が先に触ってくれたから、どっちにも行けるようにしてたから、いいゴールだった。久しぶりに無失点。ベールが一番、ベールが一番。ベちゃん緊張した？俺何でか分かんないですけど、ここ来た時から全然緊張してない。来る前にはちょっと知ったんですけど、こちら来た時から全然大丈夫。クロスいい感じで入れてたんで、まあ、いいボールって良かったなって思います。結構フィーリングも良かった。そうですね、
最初1本目クロスの時仕掛けてドリブルで剥がして縦行ったことでやっぱ相手が寄せ切れずに俺が上げれる時間が作れたので、まあ、1本目にやっぱ縦に仕掛けて抜けたところがやっぱり相手もドリブル警戒してて多分寄せてこなかったと思うんで、それがうまくいったかなと思います。今シーズン結構クロスからのアシストっていうのが結構着実に詰めてると思うけど、そこは僕自身と、まあクロスのところはやっぱり運とタイミングだったりっていうのもあるし、中の枚数があの時はピティカがニヤニヤ走ってくれて間スペースに鍵が入ってきたんで、まあそれ以外のプレーがちょっと今日は良くなかったので、そこをしっかり突き詰めてやりたいなと思います。まあ、あれは安西君からのいいボールでした。安西君からいいボールが来ました。すごくいいボールでした。まあこれで2点目も自分のヘディングを出して、まあゴールに絡んで、自身いい感じ、今日の試合いい感じで入れたら進めれたって感じ。そうですね、まあでもまだまだそれ以外のところに課題があるんでやっていけたらなと思います。この勝利にどうつなげていきたい。このまま連勝して上位にしがみついていって、最終的にこのシュンバー戦でもう狙える位置につけていればまだまだ可能性あると思うので、どんどん勝利をして上に近づいていきたいなと思います。鍵が点決めた時のボールパフォーマンス、はい、あれはユーマ君がなんかチレン君のボールパフォーマンスがこの前なんかハートつこうとしたのに丸になってるっていう話をクラブハウスでしてて、点取ったらチレン君にやろうぜって言ってたんでそれでやりました。前はいいリズムで、ボール回してたし、早いうちに得点も取れていい流れだったんですけど、後半なかなか自分たちのペースにはいかずに、そういうところが、まだまだ課題な部分かなっていう思いますし、状況が悪い時にどのようなプレー選択をするのかっていうのが、ピッチにいる11人で、もっと共有できたらなと思います。まあ、でも男祭りで勝てたっていうのは私にちょっと嬉しいところが、そうですね、まあ変わらない一試合ですけど、そういうイベントがあるとやっぱサポーターの皆さんも楽しいと思うし、ウォーミングアップ前に長野さんもスタジアムのグラウンドでやっぱ盛り上げてくれたんで、やっぱ勝たなきゃいけない試合だったので、まあ勝ってよかったなと。新潟の最初の15分で失点してることが多かったんで、まあ、チームとしても、まあ、もうホームだし勢い持って立ち上がり入りました。まあ、今日、まあ、ここから大事な試合を続いていく中で、まあ、今日の勝ちっていうのはチームにとってでかい勝利だったと思うので、まあ今日の勝ちもでかいけど、最終的に優勝まだ目指してるし、これからまたルヴァンも入ってくるし、まずは先のことっていうよりかは今日はもう切り替えて次の湘南戦に向けていい準備して、アウェーですけどまた勝ちたいなと思います。